ニジネカムスク市電は、ロシア連邦、タタールスタン共和国の都市である、ニジネカムスク市内を走る路面電車。2020年現在は、ニジネカムスク市が所有する単一企業体であるゴルエレクトロトランスポートによって運営されている。ロシア連邦、タタールスタン共和国の工業都市であるニジネカムスクは、ソビエト連邦時代の1960年代に開発が始まった。 計画都市でニジネカムスク市電は市内中心部や住宅地と工業地帯を結ぶ公共交通機関として導入が決定した路面電車である。1967年に最初の路線が開通し、翌1968年に市内中心部への延伸が行われて、以降、工業地帯の発展に合わせてニジネカムスク市電の路線規模は拡大を続け、 ソビート連邦の崩壊後も、車両や車庫の近代化に加え、各工場からの要望に応じた延伸が継続して実施されている。2020年時点の路線網は営業キロ 64km7 系統にも及び、1日の利用客数は4万人を記録している。市電を運営するゴルエレクトロトランスポートは、定時性や運転技術をはじめとした高い評価を受けており、 カタールスタン共和国の路面電車運営組織の中でも優秀な企業として多数の賞を獲得している。また、2020年時点の全従業員数495人のうち324人が女性であるのも特徴で、2011年と2015年には同社に所属する女性運転士がロシア全体の優秀な路面電車運転士を決めるコンテストで優勝している。 2020年現在、ニジネカムスク市電では以下の7系統が運行している。そのうち4系統は住宅地と工業地帯を結び、接続する工場の就業時間に基づいたダイヤが組まれている一方、3系統はニジネカムスクの市内中心部に路線網を有しており、一部列車は連結運転も行われる。運賃は事前に乗車券を購入した際は20ルーブル。 社内での半券購入時は22ルーブルで、企業向けの1ヶ月分の定期券も展開されている。無賃乗車などの不正行為が発覚した際は300ルーブルの罰金が課せられる。また、ニジネカムスク市電では2号線と同じ経路を用い、糖尿病の予防を促進する健康路面電車や工述する胴体保存列車の運行も実施している。 71から6232020年現在、ニジネカムスク市電に在籍する営業用車両は以下の通りである。全車とも、ウスチイコールカタフに本社を置く、ウスチカタフスキー車両製造工場製の車両となっている。これらに加えて、開業時に導入された RVZ-6M とほぼ同型の車両を2016年に、火山市電から2両譲り受けしており、 一両は生体保存されている一方、もう一両は2017年から定期的な動態保存運転を行っている。ゴルエレクトロトランスポートでは、郊外の製油所や科学コンビナートの新設に加え、環境意識の高まりによって、路面電車の重要性がさらに高まっていることを受け、ニジネカムスク南部の全長1 2トルの路線延伸や車庫、 変電所の新設などの近代化を計画している。2010年代以降導入が進むバリアフリーに適した超低床電車はその一環である。ありがとうございます。